今週は紅葉の名所をシリーズで紹介しています。今日は唐津市から。旧良木町の環境芸術の森では漆に映える紅葉が今年も人気を集めています。唐津市旧良木町、作例山の中腹に広がる環境芸術の森。10ヘクタールの敷地にはイチョウ、カエデなど1万本以上が鮮やかに色づき、庭園と織りなす風景を楽しむことができます。敷地内にある山荘では、漆のテーブルに紅葉が映える景色が今年も人気を集めています。インスタで、ちょっと今紅葉が綺麗ということで、その部屋から見える景色も非常に良かったです。こういう素敵なところがあるっていうことは知らなくって、とてもいい時間になりました。およそ40年かけて作り上げた父親の後を継ぎ、管理しているのは息子の鶴田健二さんです。癒しになってもらったらそれでいいかなと。敷地が広いんで、カエデやイチョウ、野村もみじ等は今見頃になっとるかなと思っております。シーズンは終盤を迎えましたが、見頃を終えた木々も風情ある姿を見せています。環境芸術の森は今月いっぱい休みなしで公開しているということです。